が入りました。5回終わって6対3、ファイターズが勝ち越しに成功しています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。3回の表、同点のピンチ。バッターは指名打者メイソン。レフト線へ運ぶタイムリーヒット。ファイターズここで追いつかれました。続く攻撃、一打勝ち越しのピンチ。迎えるは5番トー。その初球をしっかり弾き返します。ファイターズ勝ち越されます。4回の表、2アウト2塁の場面。1番福田。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ファイターズ1点を追加されます。しかしファイターズすぐに反撃に出ます。2アウトで1塁にランナーを置いて6番太田。追い込まれてからのタイムリー。ファイターズ1点を返します。さらに続きます同点のチャンス。7番石井。初球を叩いてタイムリー。ファイターズここで追いつきました。このチャンスの場面、しかし内野ゴロに打ち取られます。勝ち越しのチャンスを逃します。5回の表、ピンチの場面だったんですが、ここは内野ゴロに打ち取ります。勝ち越しを許しません。続いて得点圏には勝ち越しのランナー DH 近藤。2点タイムリーヒット。ファイターズここで勝ち越します。続く攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるは4番中田。甘い球をきっちり弾き返しました。ファイターズ1点を追加します。打席には7番バッター T 岡田。ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。初球空振りです。これが2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打順は8番若月。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は外。できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。非常にブレーキが効いたボールです。ライト方向流しました。一・二塁間を破る若月、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー二塁一塁。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。内から入りました。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。外れた。さあ追い込みました。ピッチャー有利のカウントですから、外に逃げるボールを引っ掛けさせたいですね。なるほど。さあどう来るか。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういインサイド落ちました。これはどうか。センターライナー掴んで、まずワンアウトです。ワンアウトランナー二塁一塁。小宮山さん、現在のピッチャーの状態ですが、どのようにご覧になってますか？そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。なるほど。ベンチもどう動いてくるかですよね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。まずはアウトコース、低めで打ち損じを狙いたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。非常にブレーキが効いたボールです。これが3球目。チェンジアップを見極めます。打ちました。これはショートライナー。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。いい組み立てだったと思いますね。まだピンチが続いているわけですけど、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには2番の西浦入っています。打ちました。取った。そのまま入って2塁フォースアウト。スリーアウトチェンジです。ランナー出ましたが、バファローズ得点には至りませんでした。6対3、日本ハムファイターズがリードしています。6回の裏、7番から始まるファイターズの攻撃。石井、バッターボックスに入ります。先ほどの打席で同点となるスリーベースヒットを放っています。ファイターズリードで迎える6回の攻撃です。初球ボール。外れています。次が4球目。アウトコース見送ってストライクです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。なるほど、そうですか。三振になります。ワンアウトです。いや、西さん、どうしても手が出てしまいますよね。確かに難しいボールでしたからね。バッターボックスは8番鶴岡。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。山岡、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球大きく外れています。ボールになります。ボール先行です。低めの変化球は外れました。ストライクが入りません。こは1球見ました。次が5球目。このボールは外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。そうですね。ボールがよく見えてるんでしょうね。フォアボールで一塁に歩きます。バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バンターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。ここはバントを警戒する守備態勢ですね。はい、そうですね。フェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ワンアウト三塁二塁です。初球ボール。ここは内野は前進守備ですね。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。福田掴んでツーアウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。バファローズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の山崎。さあ、そして打席には西川が入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。初球ボール球に手が出ました。さて西さん、バッターの西川対左ピッチャーはどうなんでしょう。左に弱い傾向はありますね。左バッターですからね。そうですか。このストレートは外れています。打ちました。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたが、ファイターズ得点はありませんでした。6回終わって6対3、日本ハムファイターズがリードしています。小宮山さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになってきますか。あとはブルペン次第ですよね。つないでということでしょうから、継投のタイミングにも注目したいと思います。まず内をついてきました。膝元へ決めてきました。外れました。ここは厳しいところに決められないと危ないです。引っ張った。一塁送球します。アウト。ここは送球が間に合っています。小宮山さん、現在のピッチャーの状態ですが、どのようにご覧になってますか。そうですね。100球超えてますからね。疲れが出始めてると思いますよ。なるほど。ベンチもどう動いてくるかですよね。打席には4番バッター吉田、今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。高め空振りです。得意のボールでストライクを取りました。タイミングを取らせません。あっという間に2ストライクです。次のボール外すのであれば、その次のボールも打ちました。セカンドが取る、ツーアウトになりました。小宮山さん、100球を超えていますが、まだ投げさせますかね。どうでしょう、ちょっと限界のようにも見えますけどね。ああ、なるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。インサイド変化球決まっています。さあ2球目は何か。低めの変化球は決まりません。低めは外れました。4球目は何で来るか。打ちました。これはどうだ。一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいバファローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6対3、日本ハムファイターズがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブンファイターズの攻撃に入ります。西さん、打線がつながっているときというのは、やはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか。いや、もちろんですね。こういう時こそね、回の外にはなりたくないですからね。そうですよね。流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。次が2球目。今のはよく見ましたね。はい。外への変化球、ワンボールツーストライク。バッター、この当たりはどうか。